えー、こんんにちは、えー、マキさん、えー、今回はですねセミナーーコンプリートボックスを申し込みありがとうございます、はいえーまあ、結構だいぶ告知とか宣伝したんですけれども、まあ、その理由としてはあ本当にですねこの、まあ、価格で、えー、見ていただきたいと高額で販売しているものが一体何やってるのかっていうあと実際僕がやってるセミナーだったりとか、まあ、あと久保さんが3年で1億3800万なんで稼げたのか。 元気？一括でなぜマイホームを手にすることができたのか？っていうのは、まあ、今回の熱海合宿20万でやったやつを見ていただければほぼわかるんじゃないかなと思います。で、あとは本当にこれを擦り切れるほど見ていただいて、えー、勉強していただくとで、あとは、うんわかんないことあればお答合してください。で、あとは本当にあのどれだけやるか？なんでまあ、いずれにせよ。あのこれ前動画でもちょっと撮ったんですけど。 あの僕たち普通にサラリーマンとして働いてても1億ぐらい稼げるんですね生涯、まあ、賃金が1億から3億って言われてますから、まあ、40年50年働けば億っていうお金は稼ぐことは誰でもできるんです普通の社員として正社員として働いてそれぐらい働けば。 ただ3年っていうスパンで億を稼ぐんだったら一体何をしなければいけないのかっていうところに関して、まあ、めちゃくちゃ言ってますんで僕も実際に、えー、億の売り上げを作ってきた方法具体的な何やってきたのかっていうのも全部話してるんで、まあ、見ていただければなと思いますあとは本当にやるだけなんで是非頑張っていただきたいなと思います、はいえー、今回はお申し込みありがとうございました